おそ松さんの実写化映画、まあ俺的にはイマイチだったかなって感じ。ぶっちゃけスノーマンとおそ松さんにそこまでハマるとは思えなかったかな。まあでも興行収入とかの実績で言うとめちゃくちゃすごいと思うんですよ。3月25日の初日で観客動員数 23.7万人、収益がだいたい 3.3 億円で、今2022年に公開してる作品の邦画実写でナンバーワン。これはもう超すごい、実績ではもう文句なし。でも売り上げと作品の面白さってもう全く別の話だから。まあ唯一良かったなと思う点は、おそ松さんもスノーマンもどっちも知らない人が見ても楽しめるストーリー性、3種類の映画を一気に見た感じ、あれは見応えあったかな。なんか噂によると、おそ松さんの実写化は絶対できない無理って言われてたのを、もうスノーマンがその固定概念をぶち壊して、まあスノーマンやからこそ成り立った映画、そう言われてるようなツイートとかも見受けられた。まあそこまで言われてるおそ松さんの本編アニメも見たくなるっていうところも良かったかな。で今回の映画はアニメには登場しない物語終わらせしっていうオリジナルキャラクターが登場するんやけど、まあどんなキャラクターで行くのかなって思ってたら、もうその2時間の映画で見事ドハマり大爆笑しちゃいましたね。特に渡辺翔太くんの体を張った演技、めちゃくちゃ会場をざわついてました。もう笑い声がすごかった。あと笑い声で言うと、個人的には長男おそ松役の浩二くんの演技、あれも結構好きでしたね。あとエンディングで流れるブラザービートって曲があるんですけど、あれも元々めちゃくちゃキャッチーな歌やったのが、映画見終わってより一層耳に残って、もう頭から離れんくなりましたね。まああんまりね、具体的なことを言うと今から見に行く人の楽しみ奪っちゃうんで、まあ詳しい内容は言えないんですけど、最近笑えてないなみたいな人はぜひ見に行ったらいいんじゃないかなと思いますね。まあ僕もね、あと2回ぐらい見に行きたい。あと良かった点としては、僕の知人とかもね、もともとスノーマンのファンやけどおそ松さんのグッズ買ってたり、逆におそ松さんのファンやったけどスノーマンにハマったりとか、まあそういうのもあって、まあ人によってはそれぐらいハマるのかなって感じですね。まあ人によると思うんですけど、だから今回のあの映画館でのコラボグッズ、おそ松さんとスノーマンのコラボグッズとかもめちゃくちゃ行列で、改めてすごい人気だなと思いましたね。まあとにかくね、すごく面白い作品になってるんで、ぜひ映画館に足を運んでね、まあいろんな意見とかあると思うんですけど、まあまあまあ細かいことは気にしないで映画を見ていただければいいんじゃないかなと僕は思います。じゃあ今日はここまで、ありがとうございました。